首都高デビュー。ゴール行ってきましたー。戦闘態勢じゃない。前のトラックについていくという任務をお話します。はい。お手前はどうですか。いいお手前です。ずずお花畑になってんじゃん。ああ。ああ、でかいでかい。すごいね。せーの。皆さんこんばんは。指揮者。ただいま四国旅行の帰り道でございます。で、今海老名サービスエリアでちょうど休憩をしているところだったんですが、マリナさんに運転交代をしました。これから通るのが首都高速道路ということで、マリナ首都高デビューができんじゃないかなということでカメラを回しています。マリナちょっと寝た？だいぶ寝たね。3時間ぐらい後ろで寝ましたよ、うん、いいですか？はい。トラック多いね。ほんとここ来るまでトラックに囲まれてた、ずっと、ね、どこもかしこも前も後ろも右も左も全部タクシー。タクシーじゃないよ。タクシーだったら怖いですもん。どうぞバスさん、ね、違う、行ってください、難しいね、アイコンタクトが取れないですから。ほんとトラックすごいね。なんか平日だからかな、なんかな。ね、機能がついていて、一定速度をずっと保ってくれるクルーズコントロールと言います。最高ですよ、そちらは。今はちょっと車が多いのでそれ使わないですけど、速度が安定したらちょっと使ってみようかなと思っています。はい、間に合いました。ということで首都高に入りました。はい、戦闘態勢じゃない、戦闘態勢に入るって、どういうこと？シートを直角にしました。直角にすると戦闘態勢なの、うん、ダサいね、なんか。ダサいんだ、分かってないね。確かに直角だわ。戦闘態勢、戦闘態勢ダサいって言われたからちょっと寝かした、うん、どう、首都高ってだけで緊張する？うん、これまだ可愛い方でしょ。全然まだ、だってただのまっすぐで。ちょっとね、もう深夜で、あまり会話少ないですけど、マリナのドライブをご覧ください。え、動画回ってんの？え、回ってるよ、ずっと。ゲップもしっかり撮れてる。ふざけんな、やお。首都高の難しいとこさ、看板が多いじゃん。どこに行ったらいいか分かんない。そう、何が正解なのって感じ。東京行き、静岡行きとかさ、単純だったら分かんない。景色だこと。合流されますか？後ろ後ろでいいですか？いい景色ですか？あ、ちょっとずつ夜が明けちゃってきてますよね、これ。そうですね。おはようございます。もうずっと一緒にいるね、カメちゃんと。何日間？それはずっと一緒にいるだろう。いつもずっと一緒にいるじゃん。いや、長いなと思って。なんで？たまにさ、こう仕事とかで、あ、そういうこと、ね、会わないこともあったじゃん。ずっと一緒にいる。久しぶりで。嫌ですか？いや、嫌じゃないんですけどね、別に。あ、なんか嫌がそうな感じですね。嫌じゃないんですけど。おー、うん、おーとか言わないでよ。景色がいい。あ、そっちか。マリナの運転が危ないかと思っちゃうじゃん。いいですよ、運転はバッチシです、うん、あの前のトラックについていくという任務をお果たします。はい、お願いします。だからトラックがもし違う方向に行っても私はついていきます。マリナが首都高をイスタンクリニック8でデビューする日が来るのか。来ますよ、もちろん来ます、来ます。待っていてくださいっていうことをかっ飛ばしますから。そして捕まって8募集される。やめてください。そんな飛ばすんだったら募集ですよって。ここをね、左、まあ、ほぼ道のりと言っていいんでしょうか。道のり。ああ、そっか、道なり、左行き、
このまま成り行きで適当に成り行きです。さすが、うん、これって首都高なの？首都高ですね。まだ私の言うところのお手前はどうですか？いいお手前で、ずずいいお手前で。なんかスポーツカーとかもいないですね。ないですね。そう、金曜の朝ですからね。金曜の夜だったらまだわかりますけど、普通にこれから皆さんお仕事ですよとなると、あ、こんな朝から首都高お散歩には来ないですね。いや、わかんないっすよ。それではそのまま道なりですね。はい、なんだっけ、道なりだよね。なりゆき。で、あ、道なりのこと何を聞いて言ってたの、さっき。え、そうだよ。あ、そういうこと、うん、どういうことだった？なんかよく分かんなかった。ちょっと分かりにくいわ、うん、マリーナ用語ちょいちょいあるから。マリーナの頭なんかすごいよね。お花畑になってんじゃん。あー、花畑なんだ。合流者いない。花畑いいね。そっか、花咲いちゃってんだ、みんなね、もうパッパラパーじゃんか。いや、本当はさ、首都高はマリナに任せるつもりじゃなかったんだけどさ。逆にね。そう、海老名に来るまで爆睡してたから、寝てたから、ずっとまっすぐのところをお願いしようかなって。静岡あたりとか、うん、長かった、めっちゃなんか280キロ直進とか書いてあったのな。どこまで行くんさ、うん、そんだけ遠くに食べに来たってことですね。合流来てますよ。軽やかに。うわ、走ってますよ、マリノシーは。恐ろしい、恐ろしい。前にトラックがいなかったらもう何も考えずに本当に成り行きで行くわ、これ。で、これさ、ずっと首都高ぐるぐるしてたらさ、うん、これはつかない、ずっとぐるぐるしてたら。本当？だって環状線ってさ、ずっとぐるぐるできるんだよ。うん、 C1 環状線ってね。そう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 。なんかじゃあずっとあれつかない、あれさっきもここ通ったんじゃないとか言って、できるよそれ。おもろいね、首都高って。そうなんだ。じゃあ一度失敗してもまた戻ってこれるってこと？あ、まあまあまあ、ちょっと時間かかるけどね、一周戻る。そうだよね。はぁ、とってもお腹が空いてきた。やばい、腹が減った。あ、それさっきも言ったな。はい、ということで首都高終わりましたね、これで。スカイツリー見えてるのにまだ首都高終わって、終わったんだ。終わった。終わってないのかな。どこからが首都高なの？首都高、え、右。あ、いい家だよ。だって、よそ見したら。あ、また出た。あー、でかいでかい。すごいね。ということで、そろそろ終わりですかね、この動画も。はい。夜が明けてきてしまったので、もうお疲れ様でした。楽しかったですね。うん、楽しかった。終わりよければ全てよし。そうだね。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。気をつけて帰りたいと思いますので、次の動画もお楽しみにお待ちください。またねー。バイバーイ。入れ終わりました。今回の旅行で走った距離を見てみましょうか。距離はなんと1000 ETC カードを確認しました。 おはようございます。おはようございます。撮影中なのにさ、おはようございます。元気ですね。あ、皆さんご覧いただけますご覧いただけますでしょうか。はい、なんと 1711.1 キロ。わー、いっぱい走りましたね。マジでよく頑張った、はい、この子。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。すごい綺麗。どこ左で、ね。